僕はシャキッとしたのが好きなので、少しあの端っこがしなっとしてきたかなっていうぐらいで、止めます。回せる。はいどうも、料理の兄さん、リュウジでーす。なんかやろうとしてるの、もういいや。撮影、3本目かな、3本目なので結構飲んじゃってるんですけども、これぐらいの、飲み加減になってくるとね、おつまみが欲しいなと思いましたので、おつまみにも、ご飯のおかずにも使えるんですね。非常に僕気に入ってるレシピなんですけども、ステーキ屋さんのもやしっていうのがあるんですよ。もやしとニンニクとあるものでね、できるっていうですね、最高にうまいんですよ。ステーキ屋さんのステーキに添えてあるもやしみたいな、そんな料理をやっていきたいと思います。材料はねこちらになります。もやしです。僕がいつも買ってるのはね、 200g のもやし、ニンニク、一かけ、もうね、粗みじん、スライスのような粗みじんのような感じにしております。スーパーのお肉コーナーとかで置いてあったり売ってるですね、この牛脂です。これが一番重要です。地域によっては無料じゃないところもあるかもしれないので、レジに行くとね、これ売ってませんかって言ったらね、10円とかで売ってくれると思います。はい、はい、じゃあですね、やっていきたいと思います。まずですね、フライパン火にかけます。中火ぐらいですかね。牛脂です。牛脂をポトンと入れていきます。はい、牛脂が溶ける間にね、ビール飲んでいきます。もうないじゃん。あー酔っ払ってきた。油のいい香りがしてきましたね。火を弱めまして、ニンニクを入れていきます。少し炒めます。この状態でですね、少しね、ニンニク色づくまで、はい、色づくの早いですね、やっぱね、中火だからね。軽い柴犬色になりましたら調味料を入れていきます。まずお酒です。大さじ1、みりん大さじ1、醤油大さじ1、お砂糖がね2つまみ、砂糖が固まってつまめない、2つまみです。はい、味の素です。はい、これ一番重要なので1、2、3振りぐらいですね。で、ゆすりながら少し煮詰めていきます。はい、これはもう中火で大丈夫です。はい、あれもやしからも水が出るので結構ね、詰めちゃって大丈夫です。もうステーキ屋さんの匂いになってきた。あ、これぐらいですね。これぐらいの煮詰まり加減、これぐらいのとろみですよ。で、もやしを入れていきます。ここからはね、もうちょっとね、こうガシャガシャと、タレを絡めるような感じ。で、もやしはですね、シャキッとしたのがうまいので、火加減はね、結構強火でさっと炒める感じですね。まあ、僕はシャキッとしたのが好きなので、少し端っこがしなっとしてきたかなっていうぐらいで、止めます。あ、もうね、もういいです。もうこれぐらいです。もやしが立ってるぐらいですね。こんぐらいになったら盛り付けていきたいなと。そうしましたらですね、まあ、今回温めた鉄板がありますので、ステーキ屋さんっぽいでしょ、これ盛り付けて、ブラックペッパーたっぷりかけてあげた方がやつに合うのでね、こんな感じですね。はい、できました。ステーキ屋さんのもやしの完成です。はい、それではですね、食べていきたいと思います。いつもハイボール作ってるんですけど、たまにはと思いまして、てってかてっ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 てトリスハイボール飲んでいきましょう。皆さん乾杯ということで、食べていきたいと思います。でも香りがすごいですね。ニンニクの香りと、あとこのレシピがね、ステーキソースのレシピなんですよね。鉄板で熱々のうちにいただきたいと思います。いただきます。これほんとうまいわ。これちょっとね、笑えますね。ほんとおいしい。いや、これうまいな。コストパフォーマンスが最高なんですよ、これね。もやしが僕の近所のスーパーで17円で売ってるんですよ。まあ、ニンニク1かけ、牛脂もうちのスーパー無料なので、こんなにコストパフォーマンスのいいおつまみは他にないでしょうね。これはほんとね、50円もかかってないですよ、これ。もやしのシャキシャキ感も最高です。これほんとうまいわ。これはもうね、コストとかどうでもよくうまいですね。もやし結構好きっていう、野菜の中では結構好きっていうね、ところもあるんですけども、うまっ。もやしってすごくあっさりしてるんですけども、牛脂でね、
いい感じでコクがついてて、これ本当にね、僕いつも言ってるんですけど、おつまみももちろんなんですけども、あのね、これ単体でね、ご飯いけちゃうんですよ。これってすごいメニューなんですよ。これもう本当僕おすすめなんですけども、これもう全人類に作ってほしい。なのでですね、あのちょっともうちょっと食べていいかな。本当に安くて本当に最高の美味しいです。やってみてください。今回のお料理美味しそうだなとかですね、やってみたいなとか思った方はぜひチャンネル登録および高評価よろしくお願いします。